え、すごいよ。海外に来さ、マジで、もう日本語がもう達者なのよ。すごいよ。でも必ず最後に、変な日本語であったら申し訳ございません、みたいな。いや、もう意味通じてるし、全然綺麗ですよってもう言ってあげたい、みんなに。海外に来全員に。必ずなんかすみません、下手くそな日本語でってさ、毎回さ、海外に来言うけどさ、全然なんだけど、ペコちゃんのさ、英語聞いたことあるって思うレベルで申し訳ないわ、こっちが。いや、さ、時々ペコアラも ENのさ、子たちの、配信見てるペコだけど、なんだろう、やっぱペコアラも日本語めちゃくそ早いじゃん。ENの子たちの配信聞いてても、ちょっと早く感じて、なんて言ってるかわかんないんだよ。なんかリアクションで、オッシェイトとか、あーファッみたいな感じのはわかるの。なんかリアクションで、なんか、おっおーみたいな感じのはわかんだけど、なんか、喋ってる？あ、めっちゃ喋る、めっちゃ喋る、めっちゃ喋る、めっちゃ。うん、そこがね、わかんないんだよね、マジで。リアクションだったら、ペコちゃんも、今ちょっと、悔しがってたんだな、とか、はわかんだけど、その喋ってるところが、やっぱ、いかんせん聞き慣れてないせいか、早口に聞こえて、なんて言ってんだろう、なんて言ってんだろうがね、わかんなくなって、うーってなるの。やっぱさ、勉強 EN 英会話塾みたいなやつさ、月1でもいいからやろうかな。習慣化することが多分大事よ。ね、だ日本語と英語がどっちも喋れる、先生をお願いして、すれば、多分、わからないですってところを、多分教えてもらえるし、月1は習慣にならん。嘘だろ。習慣にならねえの？月1だよ。